フライブルクにドローで優勝絶望へ。バイエルン草。バイエルン逆転してたのに追いつかれたんかい。これでバイエルンはもう詰んだか、チャンピオンズの結果次第ではツヘル解任かもしれんな。バイエルンの時代終わったね、にっこり。なお本日のスタメンがこちら、ディフェンスラインはゲレイロ、ミンジェ、ダイアー、キミッチ。2失点に絡んだかどうかは置いといて、ダイアーの守備はだいぶ怪しさというか限界感じた。もちろんあのフィード力は魅力だけど。2センターバックの中でダイアーはもう無理、サラゴサ使おう、キミッチの前はウィングタイプ使おう、テルムシアラは未来、はっきり分かったね。ダイアーおじさんビルドアップは見てて楽しい、それ以外は恐怖。これにて首位レバークーゼンとの勝ち点差9に、ちなみにレバークーゼンは1試合未勝か。バイエルン、痛恨の引き分けかまた勝ち点失ってしまったし、レバークーゼンの優勝は揺るがないね、守備が甘い。バイエルン優勝する気なくて草。なんかバイエルンのことバカにしてくるやついますけど、本来なら普通に優勝ペースなのでうるさいよ。バイエルン無感覚定ケインの勝ち。ブンデス12連覇を阻止するレバークーゼンがすごいというより、ケインの無感力がすごいと言われててかわいそう。ハリーケインに依存しない方が断然良いサッカーするよなバイエルン。特級呪物ハリーケイン。